はい、今回はですね、まあ、カタールワールドカップには関係はないですけども、ワールドカップといえばやっぱこの人じゃないですか。森島、懐かしいな、こんなことあってんね。で、プラスね、今年は乾の件で、ね、時の人になりましたよね。乾を切った男ですから。なんかね、まあこれもちろん確定的なことはないんですけど、噂ではね。まあ乾がね、まあ監督と握手を拒否して、監督に暴言を吐いたと。で、まあ言うてね、良くない行為なんですけど、やっぱサッカーの中ではね、一時的に感情がこう爆発して、っていうことあるんですよね。で、小木行くか小木行くか、あの監督も、まあそれは理解した上で、もうしゃあないと。だから別にまた仲良くやっていこうやって、乾には声をかけたらしいんですよね、噂では。でも乾はもう完全に切れてて、全然もう無理ですという感じで、謝罪なんかしませんと、和解なんかしませんと。っていう形になって、最終的にどうするかってなった時に森島が決断したんですよね。もうこれはあかんと。で、これからの若い子たちのためにも、やっぱりこういうことがあってね、こういうことを許すというか、まあ世界でも、まあ、最近は少なくなってきてるんでね、さすがに。やっぱ監督へのリスペクトっていうのはもう絶対なんで、まあそれはもうサラリーマンっていうかね、一社会人として、だスポーツの世界でもそうなってきてるんで、だからクリラなんかでもね、やっぱりチームの批判とか全然なんか協力的じゃないってなって、最初に首切られましたよね。だからもう選手よりもチームの方が上だと、チームより選手の方が上ってことはないと。まあ実際ね、メッシとかね、今はちょっと別格なんですけど、エムバペとかね、まあそれでもやっぱりその規律とかね、まあ、そういうものを守らない選手はアウトだよっていうのを、まあ、示したんで、俺も当時はね、森島のことをね、どうかなと思ってたんですけど、社長の判断としてね。でも、今考えると正解やったなと。やるな、お前。なかなかやるやんっていう感じで。そう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 。まあでも、一番の問題はやっぱ大きいかな。やっぱコントロールできなかった、指導力不足、管理能力不足もあるし、まあ、あとは乾がちょっと調子乗りすぎたかな。それもあるね。で、エスパルスに行ってからのプレーとかね、見てましたけど、大したことないよね、ぶっちゃけ、そこまで。まあ、年齢的なこともあるんで、そこまで走れないっていうのもあると思うんですけど、そこまでなんかすごいなっていう感じはないよね。まあ、もちろんこれからね、またコンディションが整ってくれればね、やってくれるんでしょうけど、でも来シーズン J2 ですからね。どうするんでしょうね。まあ、でも、森島社長としての手腕もすごいよ。なんかチームのね、育成も、なんか、むちゃくちゃ金をかけるやり方じゃなくて、限られた予算の中でこううまくやりくりしていく。その能力結構長けてるよね。意外とこの人は才があるかもしれんね。まあ、そんな別に J リーグのチェアマンとかね、そういうタイプではないと思うんですけどね。